えへよぎぜいめーし。さあ始まりました、ひとり賛否ということで、先週1週間8月4日の日曜日までに、まあ世間で起きた SNS ニュースを中心にですね、私がいろいろ紹介していきたいと思いますが、まさかいろんな事件があってね、いろんな意見があります。僕はなんか一人で偏ったどっちかの意見って言いたくないんですよ。粗品はあの件についてこう言ってたぞとかね、粗品はあの事件についてこっち派で物を言ってたぞみたいな、そんな嫌なんです。ですからどっちの意見も一人で言ってみます。はい、一人賛否ということでね。どきついニュースやらんよ。どきついニュースやらんし、こいつらと関わってもしゃあないなっていうニュースも取り扱いませんが、今後適当に調べたんでリサーチ不足あります。はい、ちょっと事実と異なるね情報を僕が言ってしまうかもしれないんですけど、その知らんからマジで適当に聞き流してくれね。いや今週ねおもろい。はい、まずこちら行きましょう。オリンピックめっちゃ誤審。はい、現在開催中パリ五輪で、疑惑の判定が連発されているとね。まあこれ結構ね競技ごとに、これではこういう誤審ちゃうのとか、これではこういう審判頼むでみたいなのがたびたび話題に上がってるので、ちょっとまとめて、言っていきますが、まずは4月27日競技初日から波紋を呼んでました柔道男子60キロ級準々決勝ですね。日本代表永山隆樹、選手とスペイン代表のフランシスコ・ガルリゴス選手の対戦なんですけども、永山は寝技の体勢で待てがかかった後もガリゴスに数秒ほど締め技をかけられ続け、片手締めで一本負けになったと。永山は締め技をこらえ審判の待てで力を抜いたと。だけどガリゴスはそのまま締め続けて永山は意識を失ったみたいな、失神したことが理由であるって審判が説明を受けたんですけども、永山選手は納得いかなくて、抗議としてね相手との握手を拒否したりとか、数分間畳から降りなかったとか、日本チームビデオの再検証を要求したものの受け入れられず判定は覆らなかったっていうのから始まってました。でもまあこの件はですね、永山選手が後日ですね、応援ありがとうございましたとこうメッセージを言ってます。お互いに必死に戦った結果なのでガリゴス選手の誹謗中傷なんて控えていただきたいです的なね、とか審判の方も判断の難しい状況だったと思いますってかなり理解を示していらっしゃいますね。敗戦後に抗議をして握手に応じなかったのは申し訳なく思ってますまで言っています。はい、でまた4年後に成長した姿を見せれるよう日々精進していきますのでみたいなすごいことを言ったりとかで、あとガリゴス選手と会ってその後彼から謝罪の言葉がありましたが彼にとっても不本意な結果だったと思いますみたいなね。誰が何と言うと私たちは柔道ファミリーです、素敵ですね、っていうのがあったりとか、まあこのやっぱり、日本のファンとしてはでもやっぱこうオリンピックっていう大舞台でのこの勝負、いや熱いところでやっぱもうなんでそうなんねんで思ってしまいますよね。まあ基本でもまあ審判が楽しいねんのスポーツってちゃうっけ。審判が、まあ、誤審って言われるような疑惑の判定とか、まあ明らかにルール間違って審判が判定したとしても審判が正しいんじゃなかったっけ。もうあんま分からないんですけど、審判が絶対ってなんか小学校の時野球しててもみんな言ってなかったか。それ度が過ぎるって話ですか。柔道競技3日目ではですね、日本の橋本壮一選手が準々決勝で敗れたと。これはですね、延長戦までもつれ込んだんですかね、その準々決勝なんですけど、極端な防御姿勢と組手を故意に切ったという2度の指導を受けた橋本選手がトータル3度の指導となって反則負けをしたみたいな、この柔道の試合を行う上での反則判定なんですよ指導は、その消極的やったらちょっともっと攻めなさいみたいな、ね、指導を与えられるみたいな面白いルールですよねこれ。でこれもまあちょっとみたいな、いやまあなんでフランスのジョアン選手消極的すぎるのに指導入らないんだ、橋本選手はずっと組もうとしてたのになんでこっちが指導されるんだみたいなね、みたいな不満が出て、あじゃあちょっとこの誤審じゃないのみたいなみんなが言うとかね。柔道男子90キロ級決勝では村尾三四郎選手がですね、
ラシャ・ベカウリ選手と対戦しまして、これはですね、互いに技ありを奪ってポイントを同点で迎えて残り30秒、村尾は得意の内股を仕掛けてベカウリを倒したかに見えたが、技ありにならず、直後、ベカウリの投げがビデオ判定の末に技ありされて、合わせ1本で敗れた。ね、残り4秒で映像判定で決着がついたと。で、これも村尾選手はですね、試合後のインタビューでもこう、涙ながらに、本当に悔しいなって思いですってコメントしたとか。僕のポイントはなかったですか、最後のベカウリの技ポイントありましたかって、戸惑いの伏す畳を降りた村尾選手を聞いてるとかね、まあ、そういうのとかも日本人ファンからするといやーここ死んじゃうのみたいな言ったりとか、柔道だけじゃありません、はい、バスケもありましたね、日本対フランス戦で、残り10秒残り10秒やったよこれ、それでこう騒がれてるのが日本ね、試合時間残り10秒4点差でリードしてる時に相手のスリーポイントシュートを河村勇輝選手がブロックに飛んだところ相手に触れているとしファウルを取られたとね、写真これよう出回ってますよ、こういう相手に対してなんかこんな手こんなんしてるんですよね、で俺は相手に触れてるとファウルを取った、でその後フリースロー決められて4点差が埋まり同点で土壇場で追いつかれて延長戦の末に逆転されて負けたとね、で試合のリプレイ映像とかではですね、河村が相手選手に触れていないようにも見えて、X ではこれ世紀の大誤審がトレンド入りするとかね、批判の声殺到しました。で、この写真の、まあ言うたら1枚がバーンって出回ってたんですけど、まあその写真はですね、その審判が選手ではなくてボールを見ていてみたいな、なんかその、まあ、1枚は結構奇跡の写真じゃないけど、手は震えてないし審判は笛加えながらボール見てて、いやどこ見て笛鳴らしとんねんみたいな言われるんですが、まあまあそのスロー映像で言うと、まあそうね、ジャンプの前に接触してるようにも見えるし、これ必ずとも誤審とは言えない状況になっています。これもほんまに誤審ってことに対しての、賛否が集まってる状況ですね。試合後にはですね、疑惑のジャッジを下した審判のインスタグラムに日本語で、いい眼科教えてあげようかとか、謝罪してください、誤審だったと認めてくださいとかいうコメントが書き込まれてると、もうそれはちょっと恥ずいしダサいな日本人としてとか、まあいろいろありますよ。あとはサッカーもねありました、サッカー日本対スペインで男子準々決勝ですか、はい、前半27分、主審のオフサイドのホイッスルで好機が潰れる場面があったということですね、はい、これはまずディフェンダー関根選手のスルーパスにミッドフィルダー山田風紀選手が抜け出して、攻撃今から始まるって時に主審がオフサイドとして笛を吹いたと、副審は旗上げてなかったみたいなね。でまあこれはちょっと解説者がですね、いや全然ないですよね、いやいやオフサイドディレイがあるのにみたいなね、 VAR があるにもかかわらず笛を吹いた主審に疑問の声を上げるとかがあった、これが軽くあった後に前半34分、その後ですよ、フォワード細谷選手の顔面に相手のハイキックが上がる場面がありましたが、主審はその前にミッドフィルダー、チマ選手に反則があったとしてスペインボールで再開されるとか、これも解説者はですね、先ほどのオフサイドを含めて説明してほしいですと再び疑問を呈したと。でその後みんな一番注目しているところ、前半40分、その細谷選手が相手ディフェンダー3人に囲まれながらも相手を背負いながら前を向き右足シュートでネットを揺らした、ゴール、同点に追いついたと思いきやVAR 判定の末に取り消しになりました。細谷のつま先がわずかに出ていたとしてオフサイドになったっていうのを、ね、これが一番有名です。本田圭佑もですね、 X でオフサイドちゃうやんけーって、マジでこれオフサイドになるん、もうサッカーのルールよくわからん、投稿したりして、でブワーってね、いや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 、みたいな、オフサイドこれなんちゃうやろみたいな、誤審誤審、一方でいやこれはオフサイドやろもありますね、というまあオリンピックのいろんな
まあ、誤診と言われる、まあ、話題になった、事例をね、ちょっと紹介しました。はい。まあ、やっぱシンプルにですね、まあ、日本を応援している、国民としてはですね、やっぱ悔しいですよね。まあ、その、ほんまは、審判が正しいかもしれないし、誤審って騒いでるだけで、その、スポーツマン的には、全然フェアな、判定だったよって言うかもしれんけど、やっぱ、誤審に見えちゃうとちょっとな、こっちもこう、言いたなるし、やっぱ、悔しさ倍増しちゃうよな。もう圧倒的にボロ負けしてとかやったら全然思わんねえやろうけど、またこのチャンスどころでとか大事な場面でとか続くと、だから誤審というのはやっぱ、まあ、胸痛いですね。てれー、俺帰宅部やから知らん、知らんな。はい、すいません。始まりました、一人賛否ということで、僕帰宅部やったんで、小中高大全部何の運動もしてこなかったんで、知らん。オリンピックってそのスポーツやってた人が見るんですよね、多分ね。帰宅部やから俺ピンとこへんな、スポーツやってこへんかったし、まあ当時めっちゃやっぱバカにされてたから、帰宅部ってそのスポーツやってたさ、運動部の皆さん、やっぱ帰宅部のあいつらのこと気色悪いなって思ってたでしょ。運動部の皆さん、帰宅部のあいつらのこと、あんまり関わりたくねえな、俺たちの方がすごいからって思ってたでしょ。俺らも思ってたよ。お前らと関わるかって。はい、まあなんかそんな感じですかね。ちょ、帰宅部やから知らん。ずっと家でゲームしてます。はい、もう今でも帰宅部ですよ、だから。オリンピック、まあ分からんけどさ、俺はずっとブロスターやってる、家で。はい。俺だけガチバトルやってるから、ほんま。ね、最近チェスター使ってますけど、言ってますけど。はい。まあ一人賛否ということで、本当に僕の意見ないんで、これ。全部今度なんで、一人で無理やり賛否両論言ってみるっていうのをやってます。お願いします。カジサク、格闘技語って不評。ありましたね。平本蓮に怒られるというやつでございます。はい。まあね、世紀の一戦、朝倉未来、平本蓮戦がありました。いや、これ、先週、ね、手越くんの国歌斉唱について一人賛否して、その日、撮影した30分後ぐらいにも試合がちょうどあったから、その感想とか言われなかったけど、いやー、素晴らしい試合でしたね。素晴らしい試合というかもう、すごかったね。かっこいい。平本蓮選手も朝倉未来選手もお疲れ様でした。なんですけども、その試合が終わってすぐカジサクがですね、X で、やはり全てはメイウェザー戦なのか。どの世界でも世代交代はあるけど、朝倉未来選手がどういう答えを出すかわからないけど、全力でありがとうと伝えた。平本蓮選手、この大一番で素晴らしい結果、おめでとうございます。格闘技は残酷、興奮ありがとうございました。ハッシュタグ超ライジン3と投稿しました。まあ、これカジサクは好きなんですよね、多分朝倉兄弟もめっちゃファンって言ってたよな。格闘技好きなんや。カジサックさんね。で、まあ自身も近いところにおると、多分コラボしたりもしてんちゃうかな。してないっけ、ちょっとわかりません。で、この投稿がですね、お前が格闘技語らないでくれみたいな感じで拡散されると。で、まあこのやはり全てはメイウェザー戦なのかっていうフレーズにこう引っかかる、まあ誰に、全方向に失礼やなとかね。その発言ってどうなんや、まあ朝倉未来選手どんな気持ちになんねやろとかさ、平本選手が実力で勝ったわけじゃないみたいに聞こえるよなとか、なんかいろいろ言われてますが、当の平本蓮選手がですね、 X でこのカジサクの投稿を引用して、芸人くざれが黙ってろよ春日、朝倉未来は最高だったよ。はい、ね、でも直接こう反応したと。で、平本選手、続いて X で、仕事をしのわかるけど、カジサックしかり、勝又しかり、関根もしかり、芸能人で格闘技好きでアピールしてるやつの9、8割が、つぶりたい薄っぺらいやつしかいない。なんなの鬼越トマホークさんとか本物見習いよ。浅かな知識で食いぶちつなげようとすんない、すべての一生ガヤ芸人、小じきどもが。で、投稿して、これも話題になりました。ねえ。
あいいですね。そう、平本蓮選手はね、ブレイキングダウンの時の勝俣と、あとまあそれについて喋ったインスタライブの時に言ってたけど、昔関根勤にやられてるっていう、それはって言ってますね。俺ともに小平さんはええやん、あれは本物なんや、ほんまに愛が伝わるっていう。俺は鬼越さん嬉しいでしょうね。で、カジサックはですね、カジサックではなく、梶原雄太の YouTube チャンネルから、本音、朝倉未来選手っていう動画投稿されました。まあ、ねぎらう動画ですね。平本選手を称えながらと。で、その後に、カジサックが、まあ、そういう流れをこう書いた。X で超雷神戦について投稿。3日後に平本選手に怒られる。数分後に前日から公開予期していた動画を投稿。なんでこうなんかタイミングどうなってる、これも才能よ、みんなから笑ってくれみたいな。まあ、自虐でこう、明るく振る舞っていると。ね。で、この投稿に対して平本蓮がまた引用しました。その引用が、お前は深夜の羽飛びで一生今日のワンコやってろ、あれクソおもろかったぞって投稿したと。ね。で、カジサックが引用、クソおもろかったぞ、シンプルに嬉しい、平本選手がチャンピオンになった暁には今日のワンコで勝敗予想動画撮りますって言って、あ、なんかこう、まあ、仲直りじゃないけど、あ、丸く収まってんなーみたいな。で、終わったと、いうことがありました。いや、これほんま初動を見た時爆笑したわ。いやー、やっぱこの、なんやろな、最高ですね。おもろすぎた。でも、これよう見てください。もう平本蓮選手が一人賛否やってるやん、もう。いや、もうただーって言ってないだけで、これ、ね、最初はこう、ピーでうわーって言って、ああ、こいつボケーとか言って、で、日を改めて賛というか、いや、あれはクソおもろかったぞ。ええやん、めっちゃいいやん。で、このフォーマットいいなと思って、僕もちょっと今日、この件に関しては、平本公文でちょっと行こうかな。はい。まあだから、ね。いや、カジサック、ほんま、舐めんなよ、格闘技のこと。な。黙ってろよ、平本蓮も朝倉未来も最高だったよ。そうやってな。あやつけるなよ、この伝説の一戦に。すごい試合だったんだから。どっか行け！てーでー！お前は羽飛びで一生、ベルトコンベア走りながら全員で吹奏楽やる企画で、なぜか一人だけドラムやってろ！あれクソおもろかったぞ。はい、懐かしいですね。見てた？ベルトコンベアで走りながら羽飛びメンバーが一列で、ラッパとか吹いてんねん。ブッブッブルブルブッブルブルブー言って、で堤下さんがあーうーって言って、ブッブブ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 ブって言って、でその音階間違えたらブーってなってプシャーみたいなね。で西野さんが誰やー言って誰やー言って、その間違いやつを探すっていう一列の企画のやつで、なぜか梶原さんだけドラムでやってた。あれなんで走りながらドラム椅子は、あれちょっとおもろかったですね。なんでドラムなくてよくない？ドラムやってた一人だけ、あれおもろかった。羽飛びで懐かしいな。本田望結、それスノーで態度が悪いと言われる。はい、それスノーマンにやらせてくださいっていう、スノーマンの、かぶり番組ですねに出演した本田望結は、番組中態度が悪いとね、スノタンを中心に、批判の的となったと、はい、いうことですね。アメリカロゴクイズというコーナーでの向井浩二とのやり取り、向井くんね、あの向井くんはね、これ共演するために言ってるんですけど、喋り方光るすぎるっていう、はい、で何やったら顔とかもちょっと似てんちゃうかっていう、喋り方、関西弁のイントネーションがもう光るすぎるっていう、声もめっちゃ似てるしな、あれ兄弟だよね。はい。このロゴのお店の名前をというクイズをスノーマンとゲストの全員で答えるんですけども、答え出して全員が正解したらお土産がもらえるみたいなご褒美がある企画でございます。で、サブウェイのロゴが問題となってたんです。で、全員サブウェイって書いてたんですけど、向井くんがサブウェイって書いたんですね。寒いみたいに。うん。寒いみたいに。サブウェイって書いて、全員が向井の回答に驚きました。ね。このシーンありました。僕も見ましたけど。サブウェイって書いてた。で、お土産が獲得できないっ
っていうこともあって本田望結間違えて向かいに対して嫌悪する表情を示しています。これは地方の問題って言い訳したんですけども、すかさず本田は地方って何ですかね、問い詰める。え、出身どこでした？え、関西です。京都でしたっけ？俺奈良やからそこの違いも違う違う違うみたいな、でまあ他のメンバーがいやこれその冗談交じりだと思ってますね、ちょっとやっちゃってると思いますね、いや本気なんですね、でわーって受けるみたいながあって、まあまあいやいや、うん、いい感じでね、まあザ・バラエティっていう現場でやってたんかなと思ったんですけども、スノタンが SNS 上でそれスノの本田望結感じ悪いなそれスノのゲストに本田望結呼ばないでほしい、何様なんだ、クイズに間違えたメンバーに本気で嫌な顔して気分悪くなったわ、多くのスノファンが見てる番組敵に回したな、ダンスも上手くないのに二度出てこないでホンダミユちゃん、それスノ見て感じ悪かったから SNS フォロー外した、ね、まあ昨日のそれスノ本当昨日のそれスノ本田ミユちゃんの態度ひどかった、浩二かわいそうと思った、次の日も、まあみたいなね、非難ゴーゴーでした。まあでもあの逆のも一応あって、とりあえず浩二くんがサブウェイと回答した時の本田ミユちゃんの表情が最高部最高だった、ああいう顔できる子大好きです、称賛する声も上がってたと言うんですけども、これおもろいなぁ、これは俺が大好きな、いや、ちょ待って、だから、いや本田望結そらあかんで、はい、その、まあ僕もね、一位テレビに出る人間ね、作り手側として言わしてもらうけど、演者側としてあんな顔したらあかんわ、バラエティやもん、それ悲しむよ、スノーマンのファンの人、向井くんかわいそうやな、ニコニコしてよもっとね、ちょっと謝罪してください、テデー、ジャニオタには全員筆記試験を受けさせて、ある一定の水準を合格した冗談の通じる人間にだけバラエティ番組を見る権利を与えなさい、なんか免許いるやろあいつら、あかんこんな事故起きんねんから、あかんよそれ、バラエティ見る資格ないがな、いや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 、なんだよな、このこれあるあるやねん、ほんで俺も昔怖かった、このジャニーズの人と、あごめんなさい今ジャニーズじゃないんか、スタートエンターテインメントですかの、まあ言うても、誰でも男性アイドルとか女性アイドル誰でもいいねんけど、の人と共演するとき、ファン冗談通じへんからっていう、うん、ちょっとその気ぃつけなあかんな、ここの口の聞き方だとめっちゃ昔あったけどな、まあ言いまそうな僕はないんですけど、こういう民度やからなんですよね、いやほんまにバラエティを見てるっていう感覚じゃなくて、推しが邪魔されへんか見てんのかな、もう完全に、いやだから、うん、これあるあるなんですよ、それを本田望結ちゃんが食らってるというね、え、いやこれはもう僕が戦っていかないと、はい、本田三姉妹のピンチは僕の出番ですからね、はっきり言うて、はい、いやいや、バラエティ的には大正解というか、はい、これ本田望結もね、いやでもここまで説明せなわからんかっていう話なんですけど、本田望結本気で怒ってないからね、いや当たり前やけど当たり前やけど、いやいやその他の皆さん安心してください、これもチームプレーですから、チームプレーチームプレー、そうそう、こうやってっていう、なんやろな、そのまあこう向井くんがどういう意図でこう、まあ、天然炸裂したか盛り上げようと思ってわざと間違えたのか分からん、これどっちも正解ですよ、はっきり言って、どっちにしても向井くんは正解やし、それをその起きた現象を大いに盛り上げるためにあの役一人いるやろ、いやそんなさバラエティでさ、その、まあ、言うてスノーマンなんか面白い、ジャニーズの人たちでしょ、中でもそのお笑いもできるみたいな集団や、みんな個々の能力も高いやろ、で全員正解、まあ、言うたら誰でもできる、誰でも全員正解するのを全員正解したらご褒美がもらえるんやけども、別にご褒美欲しいって思ってるやつはおらんから、盛り上げたい番組を一人わざと間違うとこやんのよ別に、
でわざとじゃなくても全員正解してお土産もらった方が盛り上がる時もあるから、本気でやった結果天然でちょっとミスるサブウェイ、いやおもろい間違いやん。それを盛り上げに一役買うために、特にゲストの立場である本田望結が何してんねんお前って言うのはもう120点のバラエティやんか。俺はそういうもんやで。これもうちゃんと優しく説明してあげてるけど、いや最高の立ち回りよ。もっと言ってもええぐらいよ。お前何しとんねんって言ってもええぐらいやけどね。なんだはぁみたいな、まあ、1% ぐらいほんまにムカついてる可能性あるけど、いやこれはちょっとあの称賛に値する行動でしたよ。だから褒めてあげてくださいね。でこういう時にこれ もう一個ちょっと珍しく優しく言うてあるけど、こういう時にね、本田望結を褒めれるファンの方が向井くん喜ぶよ。俺のファンの人のせいで来ていただいたゲストの方、面識あるなし分からんけど、がそうやって攻撃されるのは俺の印象あるなら俺に泥塗ってることであるやって向井君思ってると思う。しかもあんなこう関西でおもろい子やねんからさ、いやいや美味しくさしてって思ってるはずよ。だからこれ向井君のためにもネットの正しい反応はな、ネットの使い方教えたるわ。じゃあにおた、あの本田望結ちゃんありがとう、いやはい、JRA が購入した馬、オリンピックで銅メダル。はい、ちょっとね、オリンピックもう一個続きますが、ね、馬術団体銅メダル取ったんですけど、これ競馬ファンのおかげやと。92年ぶり快挙の陰に JRA の協力後押しって言って、まぁ、ちょっとかいつまんで言いますが、ね、歴史的快挙、あのね、JRA、日本中央競馬会からの助成金が大いに貢献してると、今回。なんです。で、これが巡り巡って、ということは競馬ファンが日々馬券を買って、まあ、言うたら負けてる金で、オリンピック、買ってくれたよね、後押ししたよな、過言ではないよな、と報じられています。ね。馬術競技はですね、馬馬術、これ優雅さを競うやつと、障害馬術、ミスなく障害を飛び越してタイムを競うやつ。ね。で、クロスカントリー、池や丸太を越えて橋を組み合わせた総合馬術があるんですけども、今回その団体戦でございます。ね、でこのね、馬術に関する限りお金が結構重要なんねんて。そう、まあ言うたら相棒になる馬の値段から始まりね、これ本当にね、あの乗馬界のレジェンドはですね、乗馬は馬6部14部4部で勝敗が決まるって語ったように、なんやろ、この乗馬クラブの馬で言うと1頭30万から70万円ほど、国体クラスで700万から1000万と、五輪クラスやって最低でも5000万円が相場やと。メダルを狙うような選手の相場なら1億から3億円っていう、まあその馬の値段にもこう、直結するね、パフォーマンスの向上がとかね。で今回は JR が海外から購入した馬とかですね、 JR から資金提供を受けた違う他の選手の相場とかですね、後ろ盾になってくれてると。馬の輸送代もすごいねみたいなね、この犬とかのペットやったら JAL やったら東京から那覇まで7700円かかる。ただクレートって檻に入れて32キロまでって制限があるから、400キロ以上の馬はですね、当然その JAL とかでは もちろん無理なわけで、まあ海外までの輸送となると途方もない金額になるとか、往復約700万円とかやって北京五輪の時ね、日本からならパリまで片道12時間、いや1000万超えるんちゃうかとかね。まあ餌代とかいろいろ飼育代とかがあってすごいお金がいる競技らしいんですけども、今回 JRA が強力な、後押しをしてですね、助成金がうわーって出て、いや銅メダルいけたんちゃうかみたいな。はい、でこの92年ぶりのメダル獲得の模様はですね、これ NHK と民放の同時放送がない中で JRA の関連法人であるグリーンチャンネルで無料放送された、ね、素敵ですね。未然に起きて応援する JRA の強力な後押しがなって快挙を成し遂げたとね、っていう、まあめでたいすごいなんかニュースがね出ました。この普段競馬をやってる我々で、競馬で負けて嫌な思いしてる我々でも報われたと、救われたような、こんなちょっとこんな俺のあの時の外れ馬券もこんなスポーツの盛り上がりに一役変えたんかっていうので、
ちょっと気分良かったですね。テレー、馬術団体3着やったけど、オッズなんぼやってん。はい、これどうやねんこれ。日本がね、3着ってわけなんですけど、これ日本はやっぱオッズ高かったんか。92年ぶりってことはもう大穴が勝ってるやん。払い戻しなんもなんこれ。あ、ないか、オリンピックでそんなギャンブルなんか。いや、これはそう、馬が走ってんだよ、そこに金発生するやろ、それ。うん、それ、馬がそれ走ったりして、その、障害物飛び越えたりしてんやったら、それ、お前。それ、賭博が成立してるちゃうの、それ、ちゃうの。違う。これ馬券買えへんかったん、これ、オリンピックのやつって。無理なんか。日本では買えへんのか。携帯買えたら買えへんのかな。うん、ええから金返せや、タコ腹立つの。どうでもええねん、おい。何が JRA の後押しやねん、お前。そんなな、馬術団体のな、助成金としてな、俺の外れ馬券使うぐらいやったらな、俺の外れ馬券の分返してくれよ。もったいない。なんやねんこれ、全く関係ないやんけ、馬術と競馬。おい、いや、これがさ、ほんまに俺らがいつも見てる4つコーナーを回る千何メートルのドンの競馬のレースとかやったらめっちゃ盛り上がるけどな。それ見てみたいな。あ、まあまあ、その障害物飛び越えるやつがちょっと近いんかな、それ。いや、それ見てみたいな、オリンピックの舞台っていう。やってもええぐらいよな。おめでとうございます。はい、高校保健ニュースで関東保健の記事掲載。ね、7月号の高校保健ニュースが関東保健を特集したというのが、写真が X でバズってましたね。まあ、これ高校保健ニュースってのは主に保健室付近に掲示されてるポスターあるでしょ、あれ懐かしい。健康に関するさまざまな特集が組まれてるんですけども、7月号、包皮で締め付けられる関東包茎、性器に痛みや腫れがあるときは泌尿器科を受診しましょう、へっていう特集。これはざわっとするような、結構攻めてるようなね。まあ見たんですけども、そのなんか、まあちょっと説明してるとこ、関東包茎を。ああ、まあいやいや、確かに、まあ僕もね、関東包茎ではありますから、珍しいんですよ。日本人のもほんまに数パーセントしかおらん。珍しい形で、やっぱ早めにそう、学生時代にこう、対処しておいた方が確かにいいんやろうなっていう。これは保健教育として本当に素晴らしいです。俺も、だって自分がこんなんやからさ、いや、やっぱ、もっと昔から、父ちゃん言っといてくれよとか思ったからな。教えといてや、みたいな。子供の時から風呂場で教えといてくれたらこんなことならんかったんちゃうかとか思ってたんですけど。まあ、こういう高校で関東保健の記事が掲載されてるのがありました。てでー、今 X で粗品ってエゴサーチしたら、このポストが一番上に出てくるけど、なんちゅうアルゴリズムしとんじゃい。おい、どういうことやねんお前。誰がやねん。不名誉すぎるわお前。なんちゅうアルゴリズムしとんねん、アルゴリズムしとんねん。 X 出てこい。 X、 すいません、エスポアルゴのあいつみたいに言って、船井みたいな。おいおいおい、いや、その話題になってるから俺、いろんなネットニュースとかでね、最近出した動画のこととか、いや、わからん、テレビでの歯に気抜きせぬ発言がとかのニュースとかでがバズってるんじゃなくて、関東保険のやつで俺出てくる、粗品っていうワード一言も出ないんで、この投稿めちゃくちゃじゃない。どういうアルゴリズムしとんねん。めちゃくちゃやなお前、賢いな機械。乗っ取られるぞ AI に。人類賢すぎる。俺っていう名前出てないのに、俺も触れてないのに、このニュース何やねんこれ。はい、ヒカキンパパになるねー。はい、7月25日にですね、この数週間人生を見つめ直す時間にしていました。動画が全然アップロードできず申し訳ありません。8月1日にヒカキン TV にて僕の人生にかかる大切なご報告があります、よろしくお願いします、って更新して話題となりました。てか、ヒカキンの YouTube チャンネルのタイトルヒカキン TV なんや。今考えたらテレビって書いてんねや。
それ嫌やな、なんか、うん、その YouTube はとしてのこの矜持みたいなんや、テレビをやってるっていう感覚なんやな。へえ、はい、まあそれが何のことやっていうので憶測合戦みたいになったけど、まあね、結構その税金大丈夫かみたいなのが途中あって、これはほんまにちょっと心配やったよな、みんな。いや、言うて税金豪雪とかもあったから、いやでもさすがにそんなマイナスなニュース、こんな釣りみたいな記事、タイトルで、ああ人誘導して動画にするのはさすがにないんちゃう、いやでも YouTuber っていう仕事やからそれもすんのか、まあそんな憶測もあったけど、結局はですね、ヒカキンパパになるという動画をプレミア公開しました。第一子となる娘、過去ミニキンの誕生を発表しましたね。実は大々的に結婚発表した時にすでに妊娠発覚していたとのことなんですが、妻の負担を考えた結果、出産が終わって生活が安定してからの発表となったと説明している。ああ、なるほどなるほどね。でまあこの1時間以上の動画なんですけども、妊娠発覚の様子から育児の様子までちょっと密着して記録したものが流されているとね。いやいや、ついに出産の場面ではですね、生まれてきた赤ちゃんを見て号泣するヒカキンの姿が映ってたりとか、幸せそうに赤ちゃん抱く姿とかね、感動の動画ですよね。でヒカキン X で、まあ、ご報告とか言ってその動画を上げた。でその翌日ですね、ヒカキンパパになる動画公開から24時間たち反響の大きさに驚いていますと、とんでもない数の温かいコメントいただき本当にありがとうございます。育児も YouTube もより一層頑張りますと。あー、ええな、このサングラスかけた絵文字は、これヒカキンの絵文字ですよね。いや、これは本当に素直に、おめでとう、はい、おめでとうございます。いや、これやっぱね、素晴らしいことですからね。はい、本当にヒカキンさんね、やっぱ面白い方なんで、結構そうやな、こう、反響もあったと思いますが、やっぱもうこれはもうおめでたいということだけですね。はい、本当にヒカキンさん、ご主さん、おめでとうございます。テレーおーおめでとう、めでたいね、おめでとうございます。いやいや、そらそうやろ、そら否定ないで、当たり前やん、命、俺命は否定せんで、さすがの俺でも。いや、途中その手震えたんちゃうん、スマホ見てる俺が「手で!」とか言ってこの辺見てる時、ちょ、そしたらもうやめてやめてやめてくれって思ったんちゃうの、俺そんなせえへんで。いやー、これめでたいな、ほんまにおめでたいですね。いやー、素晴らしい。いつかね、抱っこさせてください。まあそれは嘘か、別に抱っこさせてもらわんでいいんですけど、はい、ラストいきましょう。アインシュタイン稲田インスタ激ヤバ DM、 はい、始まりました。まあ、これもみんな知ってるからちょっと割愛しようかぐらいなんですけど、はい、ですね、これがですね、4月28日に YouTube の生配信でですね、アインシュタイン稲田が自分のインスタグラムを使って女性に性的画像の要求をしていた疑惑を暴露したんですよね。アインシュタインのファンである女性から告発があったということで、フォロワーである女性 A さんに対して稲田がですね、アベマ TV で自身の SNS のフォロワーにどこまで攻めた質問に答えてもらえるかという企画を行っていると DM を送りました。稲田本人からのメッセージだと信じ込んだ女性 A さんに、企画用に使っているアカウント、まあ、いわゆるステアカに誘導しまして DM でエッチな画像を送るように要求したと。女性 A さんは、稲田さんのコンビの相方である河合ゆずるのファン、やったことから要求に応じて画像を送ったんです。でも後ほど不審に思ってこれこれに相談したということですね。でこれこれが稲田のインスタに DM した、本当にそんな企画があったんですが、事実確認をしたんですけども、質問回答の前に稲田が自身のインスタグラムのコメント欄と DM を閉鎖した。またエッチな画像を送らせたというステアカウントも同時期ぐらいに消えたと。なら別の女性 B さんからもね、稲田さんから A さんと同内容の DM 来ましたって証拠提出したとがファーッとあった後にですね、稲田くんが自身の X にすっごい変なことに巻き込まれましたって言ってます。全く身に覚えがないし、企画を装って変な嘘ついてまであんなことはしません。なぜなら俺は口説くときはまっすぐ目を見て口説くからな。ショックですとか真に受ける人が多い中で、そんなわけないと信じてくれた皆さん、愛してるぜ、ハッシュタグ愛してるぜ、投稿しましたね。はい、
まあ、ちなみにかまいたち濱家さんも引用して、稲ちゃん一番男前なんやからグー投稿したりとか、相方のゆずるくんも自身のインスタグラムストーリーズでですね、事実無根、大丈夫ですので皆さんご安心ください発信しました。さあ同日、これこれ X で改めてですね、はい、企画だと思って写真を送ってしまった被害者女性がいるのに虚言扱いするのはどういうことだ。昨日生放送ではスクショしか出さなかったので画録の証拠を添付しておきますという文章ね。まあこの今までの流れ、シャイナダ DM 送った、ステアカー、女性告発、女性ブロック、事実無根です、身に覚えがない投稿っていう流れの後に今言った文言があって、アットマーク、トサコマイナダ、トサコマイナダやん、まだもうええわこれ、いつまでトサコマイナダやねん。同期でしょトサコマさんな。じゃあ名前変わったよ、今吉本やめ、解散しちゃったっけ、トサコマさん、トサコマの長尾さんでしょ、しゃくれてて似てるみたいなノリかこれ、トサコマって書いてるやん、こんな売れたのに。ええねんトサコマの話は。あ、懐かしいな、カニやーとか言ってたよ M1 でリズムネタして。じゃあそんなんええねんお前、うん、へえ。でまあその DM での稲田と女性のやり取りが画面録画されたものが2つ、 DM のスクショ1枚ねと、河合と稲田の事実に表明する投稿のスクリーンショット計4枚貼り付けて投稿したとね。でまあその画面録画にはこのまあスクショじゃなくて、そのまあやり取り、アベマ TV の企画に協力してもらえる方を探しててみたいなねやつが映ってると。これちょっと読もうか。はい、こんにちは、突然読んでます、すみません、いつもやられてます、愛車の稲田です。突然ですが現在アベマ TV の企画に協力してもらえる方を探して、複数の方でランダムで DM させてもらっています。その企画というのが少しアダルトなもので、フォロワーの方に DM どれだけ攻めた質問に答えてもらえるかというものになっております。もちろんお顔やアカウント名が映ることは絶対ありません、答える範囲で大丈夫です。もし協力していただけるということであれば返信よろしくお願いします、すみませんが秘密検証お願いします、書いてる。女性は大丈夫ですよ、稲田はほんまですか、それより簡易的に作ったアカウントに書いていいですか、はい、そんなのあるんですかね、っていうのがあって、誘導した違うステアカですね、こちらでお願いします、あ、わかりました、私はフォローしたんですね、遅れなかったのでしました、外しましたよ、わかりました、どんな企画なのか楽しみです、ドスケベなのご存知だと思いますが大丈夫ですか、大丈夫ですとか、全然知らないです、そうなんですか、はい、生年月日、身長、体重お願いします、で回答にモザイクかかってる。これってアインシュタイン2人でされる企画なんですか、違います、僕だけ参加します、ですよね、なんでですか、そんなエッチな企画するイメージがなかったので、稲ちゃんも言えずに、あ、僕らが企画したわけじゃないですよ、お呼ばれしました、なるほどです、ドキドキしちゃいます、エッチなんですか、かなり。愛媛に稲ちゃん来られた時、あわよくばお店来てくれんかなと思いましたもん。エッチが好きで家族で働いてるんですか、何カップ B とかかな、キャシャやから胸はあんまないけどな、え、そんな高くないでしょ、見たいです、大阪遠いもんみたいな、やってます、ダメ下着姿とか他の人には見せんとってくださいね、わかりました。で、まあ下着姿の写真であるものが貼られてる、モザイクかかってます、2人だけの秘密ですこれね。で、このこれこれの投稿に滝沢ガレさんも来ました。この二大巨頭、あ、ここ共闘すんねやみたいな、これ震えるぞこれね、置いときますって言って2枚の画像を投稿したんですけども、まあその画像はですね、そのまあ女性とのまた別のメッセージのやり取りのスクショで、その中に稲ちゃんがですね、そういうのはなーって、そういう赤線が引かれてるんですけども、そういうのが求められると、もう1枚の写真は稲田の過去の X のポストで、そういうとこも似てるやな俺たちっていう、普段からそういうっていう文字の表記の癖が一致してるみたいなのを置いとかれた滝沢カレソンに。ああね、まあとかいうのがうわーって盛り上がったんですけど、一方で稲ちゃん用語派はこの、ね、DM のドスキメなのご存知だと思いますけど大丈夫ですか、大丈夫です、全然知らない、そうなんですか、はいっていう、まあ会話噛み合ってないけどこれ何なんみたいなとかいう違和感を持つ人もいました。消してんちゃんとかね、さらに翌日ですね、これこれは X でアインシュタイン稲田がなぜ笑いに変えず嘘をつくのかというと、怖えアベマ TV や別芸人の名前さらば選手の光も出して、騙して性的画像もらってるからです。被害者も複数存在し、別の女性からの DM 画録も載せておきます、過去、コメ、こちらの方も稲田にブロックされていますね。またなぜか画録を出してファンの方が加工だフェイク動画だと騒いでる上に、稲田も女性を虚言扱いしてくるので、今から女性ラインに行き直接携帯の中身を見せてもらえない動画を撮ります。稲田へ赤共有していたり乗っ取られたのなら否定する前にちゃんと調査と報告した方がいいですよっていう文章と、やり取り画録を載せましたが、
まあそれもわーっと書いてます。アベマのこういうやつですね、みたいな。ね。で、さらば青春の光の番組なんです、とかも言ってると。ね。で、さらに翌日、これこれがその被害女性に会いに行って、直接、うん、その女性の携帯を直撮りした、だからフェイク動画じゃないよっていう。インスタのこういうこう押したらこれで公式マークがあってみたいな。なんでな、赤を乗っ取られてるか本人かどちらかですっていう風にこう詰めていったと。ね。で、そのこれこれの投稿の4時間後、稲田が X で、不用意な発言で混乱させてしまうと良くないと思い、なかなか発言できずご心配をお探し申し訳ありません。29日から言ってる通り、あの DM は僕が作成したものではありません。ただ僕のセキュリティ管理が甘く不正ログインされた形跡がありました。知らない間にたくさんの方がブロックしていました。僕が気づいていなかっただけでたくさんの方にご迷惑をおかけしてしまいました。名乗り出ないでいてくれているだけで同じような電話を届いている方もいるとかと思います。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。パスワード変更して今後は不正ログインできないようにしております。吉本興業にも報告して警察に証拠提出して相談する状況です。不確定なものを必要に煽る行為は控えていただきたいですみたいなことを投稿したと。ねえ。で、これに対してこれこれが引用です。今回の件で不正ログインされてることが分かってよかったです。早く犯人が逮捕されてニュースになるのを待っています。不正ログインされた証拠は警察に相談中だから SNS 書けないんですよね。ちなみに不正ログインされたメールに新しいログインがありましたと届いて、さらにインスタの知らせに不明の端末からログインがありましたと出ますが、気づかなかったなら仕方ない。パスワードを変えるだけでなく2段階認証を以前から設定していないのであればしておきましょう。ちなみに被害女性は未だにブロックされたままとのことです。稲田さんのアカウントを不正ログインしてやったことがファンに性的画像を要求するのみで赤の取られなくてよかったですね。しかし乗っ取り犯、イケメンの相方の名前出されて泣いていたのはすごいなりきり力だ。ね、そうそう、あの DM のやりとりの中でね、稲ちゃんの、時にね、稲ちゃんとゆずにと私で今度写真撮ってください言われたら、うーん、そういうのはなタイミングもあるしみたいなのがあったとかね。その相方の名前出されて泣えるみたいなもんちょっといじられてますね。で、さらにですね、8月1日の夕方にツイキャスでこれこれが、稲田さんじゃなかったら安心しました、稲田さんに配慮する必要はなくなったので稲田さんになりきった不正ログインとのやり取りを全部出すと。不正ログインした相手に写真を送ってしまった被害女性のためにこれこれが開示と弁護士費用援助します、明かしました。おもろはい。なんで、まあ、これで稲ちゃんの潔白証明されるよね。よし、やろうぜみたいな感じで、お祭り状態です。はい。開示請求。いや、してもらおう。金もこれこれが出してくれんやったら、じゃあ、断る理由ないよなーみたいな感じでやってます。という状況です。いや、これごめん、ほんま、我慢できんくて、もう出してもうた動画。木曜日に、ごめん、一人賛否で初めて聞きたかった方すいません。あの、月曜の粗品はちょっとジェラシー感じてたよ。木曜の粗品に。ああ、それしちゃうんや、木曜の粗品って。ここまで待ってほしかったなって。うん。まあでも、あれではね、別にその件に関してこう喋ってるわけじゃないんで、今回、まあ、口を開くわけですけども。はい。いやー、ねえ、あの、本当に、なんて言うんでしょう。稲ちゃんかわいそう、ほんまに、事実無根ですから、もうみんなあんま言わんといたって、たれー、嘘つけー、嘘つけ、信じれるか、信じれるか。いや、そのだからアインシュタインすぎるって。その何、アインシュタインってあれ嘘つきやからベロ出してたってこと？あの、アインシュタインの潜在写真、ってやつ。あれ、嘘つきって意味な。舌抜かれますからね、エンマ様の前で。いやいやいや。いや、その、まあでもな、やっぱ、みんながもう同じこと言ってるからさ、なんで乗っ取り犯わざわざ、稲ちゃん乗っ取るのっていう。その、もっとイケメンに乗っ取った方が、一覧画像とかもらえるんじゃないのとかさ、まあ、みんな言うてるわ、それ。でしかもそれで、まあ、あの僕はあの芸人では珍しくあのこれこれの味方なんで、あのこれこれ応援してるんですけど、はい、今回とかも特にね、滝沢ガレスさんも僕も応援していて本当に、はい、頑張ってほしいんですけど、はい、いやこれまあ
まあっていうのはな、一人賛否で正直。いやもう、嘘つけって言ってあげないと。芸人が、タコいじりして、タブじゃないよって、おもろいよこれって、うん、いうチームプレーしたいかな、正直。でもほんま言うと、いやこれわからん。普通に、もう一個言うとその、不正ログインがほんまやとして、ほんまにインスタ乗っ取られてたのはほんまやとしても、この DM 送ったのは稲田さんの可能性もあるしな、不正ログインの形跡が残ってただけでは証拠にならんというかさ、その不正ログインした人間が打った文章まで言ってほしいよ。もうほんま事実無根って言うんやったら。まあでもほんま、ちょっとリテラシーがな、低いわ。それは芸能人のアカウントで乗っ取られる。まあまあでも、稲田さんがね、ほんまに身に覚えなかったら、世界一不幸せやで。いや、こんな不幸な人間おらんで、かわいそすぎるやろ稲ちゃん。まあ嘘つけとか言ったけど、いやいや全然、うん、嘘じゃないかもしれんよ、俺は。うん、ここはまあフラットに。あの、本人は、まあ事実無根だというふうに主張してますから。まあその、被害女性だけは一番悪くないんでね、そこはちょっと言葉の選び方っていうのはあるとは思うんですけども。まあまあ、稲ちゃんがそのもしほんまにやってなかったらたまったもんじゃないしな。これはあの、うん、なんやろ、逆に言うと、うん、俺がもしほんまに身に覚えないことで、ここまでうわーって言われたら嫌やもんなとかも思うから、この真偽がわからんからちょっとあれなんですけども、いやほんまになんか、ね、警察にも相談してるって言ってたから時間はかかるかもしれんけど、すっきりしたいですね。あとまあこれほんまそのあれやけど、どっちでもおもろいから大丈夫っすよ。稲ちゃん、稲田さん、これどっちでもおもろいよ。ほんまでも嘘でも、まああの嘘というかその何、事実でも事実じゃなくても、事実じゃなかったらしんどいやろうけど、まあ俺たち芸人やんなあ、俺たち芸人は、いやいやもう、いやまあな、でも言うわ、そうやな、犯罪やみたいに言われるのはちゃうが、うん、いやいやトークとかでもね、先輩と絡むトークで身に覚えない自分が悪く映るトークを先輩にふっかけられて、それ飲み込む時とかあんねん。いや粗品こいつ、まあ、わからん、じゃあ挨拶無視したんですよ、ひどくないですか、それはウケるでもない、滑ってへーみたいな、最低みたいな空気になっても、いやいや挨拶したから俺そんな嘘やってって言うんじゃなくて、いやいやそらねーみたいな、乗ってあげてお笑いするっていうのを芸人やったらまああるじゃないですか、それのえぐい版、それのえぐい版やと思って頑張りましょう。いやいや大丈夫かな、ちょっと心配ですほんまに。うん、ほんまは心配なあ、大丈夫かな。でもおもろいすいません、もう結局でも優しいと思わせたかもしれんけど、ほんまはめっちゃおもろい、おもろすぎる、最高、人の困難が一番おもろい、特に近い人の、はい、というわけで以上です。いやいやまああのね、俺なりのエールやから、ひなちゃん頑張って、すいませんちょっと喉も不調で、これからの1週間はね、ぜひ平和なニュースで読み尽くしたいですね。はい、ありがとうございました。